当に組んでまだ8ヶ月短い期間なんですけれども、今年に入ってライブをこれで3本目やらせていただきました。1回目2回目と雨でものすごい散々な状態でライブをさせていただき、今回、まあ、野外今年多分最後だと思うんですけれども、まあ、こんなに晴天の中でやらせていただけて嬉しいなと思ってますね。ひとしさん、うわっ、もちろんですよ。皆さん、はじめまして、スパイダーリリーです。ですね、メンバーはですね、できて8ヶ月ということなんですけども、震災前からですね、組んでたメンバーで、まあ、多少入れ替えがありまして、まあ、今までと違う曲をやってみようという形で集まったので8ヶ月なんですけど、まあ、演奏はそれなりに今までやってきた形で、まあ、洋楽ばっかりで急に英語から全部日本語に変わってしまったという、ような形なんですけども、結構みんなね、それなりの年を重ねてきて若作りして頑張ってるんですけどもね、これだけ早い曲をやると体力的に持つのかどうか、まあ、頑張ってはやりますけども、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそれでは次の曲を聴いてください。組曲義経、悪鬼甲賀。あ、間違った甲賀忍法帳。Thank you.
ニメとかね、パチンコとかやってる人だったら多分1回はもしかしたら聞いたことある曲かもしれないです。あ、俺最初パチンコでした。あ、そうですか、うん、その後アニメに。あ、私アニメの方だけだった。あ、すいません。はい、ですね、もうこの早い段階でちょっとメンバー紹介の方させていただきたいと思います。それではこちらからギターのキヨ、そして後ろにいるドラムショウ、そして私のすぐ隣にいるベースがひたしです。よろしくお願いします。そして一番端にいるギター、ヒロなんですけども、よろしくお願いします。はい、うちのリーダーです。よろしくお願いします。ボーカル香里。よろしくお願いします。それではあと数曲残っていますので次の曲も聴いてください。組曲4つ目、秋方眼。
すぐそこなんで、知らない人はあのパソコンで調べてみてください。それでは最後の曲の青き独眼。聞いてもよろしいですか？どなたか？何かなすれつけになってますけど、リーダー、じゃあリーダーちょっとお話聞きたいと思います。